袋のネズミランドボーンデッドアパートメントに挑戦です。ここまで来るとさすがに疲れるので動画を参考にして速攻しました。真似をするのはちょっと。後で説明します。ではゴー。いくら動画で紹介しているからといってもですね。ただ真似するだけで攻略できれば苦労はないですよ。そりゃあステータスとかタイミングとかいろんな要素がありますからね。あくまで参考にしましたが丸々真似てるわけじゃないと思いますよ。さて言い訳もほどほどに速攻なので説明いたしますと、あとはムートを出しておしまいです。ゾンビが妨害してきますが、だから真似だけではクリアできないんです。参考にしても真似はしません。苦しいな。勝利。タイム40秒以下。袋のネズミランド制覇しました。時短しましたがご容赦を。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次回予告。ついに最終ストーリーハリウッド帝国に挑戦です。パパラッチフィーバー。乞うご期待。